今回はクズ夫のスカッとするお話をご紹介します。最初の話は、俺の両親と妹、今日から一緒に住む。ここから最悪な日々が始まった。私と旦那の栄誉は、たまたま入った飲み屋で出会ったのがきっかけで付き合い、栄誉の陽気な性格に惹かれ、そのまま結婚した。交際を始めた頃から栄誉は、俺の両親は、学生の頃に亡くなったんだ。兄弟や親戚もいないから、孤独なんだよ。と言っていた。だから結納もなく、結婚式も私の家族だけが見守る中で、こじんまりと済ませた。私の両親が一戸建てを建ててくれて、結婚後に引っ越しをした。二人には広すぎたけど、これから楽しい新婚生活を過ごそうと話したり、ここが子供部屋にはいいかななんてこれからの明るい将来を想像して一週間ほどで引っ越しの荷物も片付け終わって、ようやく落ち着いて暮らせるとほっとしていたある日のこと。会社から帰宅すると、見知らぬ年配夫婦と私と同い年くらいの女性が、リビングで栄誉と楽しそうに談笑していた。どうも、いらっしゃいませ。栄誉にも、こんな知り合いの家族がいたんだと思い、軽く会釈をした。すると、年配夫婦が突然、熱指をついて、ようこそおいでくださいましただろう。これからよろしくお願いいたしますって挨拶するのが常識なのに。今日初めて会った人に急に怒られ、驚いて栄誉に説明を求めると、俺の両親と妹、家がでかいから呼んだんだ。今日から一緒に住むからな。待って、どういうこと？別に部屋も余ってるし、いいだろう？実家の方も処分してきちゃったみたいだし。と何か問題でもというような表情で言われた。そんなの聞いてない。栄誉は、天涯孤独の身ではなかったのか？しかし、あまりにも突然のことで状況判断が追いつかず、パニック状態になってしまった。その時は、判断というか行動することができず、家がなくなったんだったら仕方がないか。見つかるまでの話だし、なんてなし崩し的に同居がスタートした。この時は、同居のことなんかよりも、突然現れた義両親と妹に驚きと戸惑いの方が大きかったんだと思う。これが間違いの始まりだと気づいた時には、もう手遅れだった。翌日から、義母と義妹のB子を中心に、嫁いびりが始まった。最初は、自分たちは全く動かないくせに、ご飯がまずい掃除ができてないと言われ、そのうち二人は勝手に私のブランド物の服やバッグを使い回し、栄誉までもが、冷蔵庫にビールがなくなったから、今から買ってこい。と言われるし、私がこの家の奴隷になったかのように扱われ、徐々にエスカレートしていき、虐待されているかのようになっていった。何か気に入らないことがあると悪態をついて罵声を浴びせられ、食事が口に合わないと言っては食器を投げつけてきたり、何か言い返そうものなら殴られたり蹴られたりされてしまうようになった。それに、義父は私が入浴しているところを覗いてきたりすることが何度もあり、さすがにやめてほしいと栄誉に訴えると、俺の家族を大事にできないのか、それなら、この家から出ていけ。と言われて殴られてしまった。その後もいじめが続いて、体は傷やあざだらけになっていた。平日は私が仕事でいないので、デリバリーで頼んだ食べ残しや洗濯物が散らかってしまい、せっかくの新居があっという間に傷だらけになり、汚れてしまった。それだけではなく、義両親はお金遣いもひどかった。オーダーしたもののお金はすべて私の口座からの引き落としになっていたし、義両親が二人で旅行に出かけたりする旅行代も、栄誉が勝手に私たちの口座から、お金を引き出して渡していた。栄誉にも二人が旅行中に小遣いをせがまれ、仕方なくお金を渡してしまった。その渡したお小遣いは、風俗やキャバクラに通うお金となって、消えていたのだった。そしてある夜のこと、その日は栄誉たちは皆でお酒を飲んで、遅くまで騒いでいた。そしていつものように、お酒がなくなったつまみもないから買ってこい。と命じられたが、給料日前でお金がないの、と伝えると、全員揃って激怒。酔っ払っていたこともあり、お皿やビール瓶を投げつけられ、そのうちの一つが頭に当たってぱっくりと割れて血が垂れてきた。それでもなお、罵詈雑言が止まらず、命の危険を感じて無我夢中で家を飛び出し、そのままタクシーに乗って実家へと逃げ帰ったのだった。夜中に突然実家に帰ってきたことに加え、頭から血を流している娘を見て、どうしたと両親は驚いていた。私は両親に、これまでのことを全て報告すると、なんで早く言わなかった。もう大丈夫だよ。と父親から言われて、安堵したからか初めて涙を流した。私は母親に連れられて近くの救急病院まで行き頭の処置をしてもらった。幸いを張り縫う程度で、骨にまで異常はなかったが、診断書を出してもらった。その間に父親が、私の家に様子を見に行くとゴミ屋敷となった家の中から声が聞こえてくる。家族のバカ騒ぎをしている声を聞いて、怒りに震えて帰ってきた父親は、翌日すぐに知り合いの弁護士から、離婚関係に強い弁護士を紹介してもらい、今後の対応について相談をしてくれた。その週末には、母親と姉が私の貴重品や洋服などを取りに、家までついてきてくれた。ちょうど、家には誰もいなかったので、みんなで荷物をまとめて運び出そうとしていると、そこにタイミング悪く家たちが帰宅。ちょうど玄関のところで姉が遭遇してしまい、泥棒と勘違いした義父が姉を外に引きずり出して、殴りつけた。殴られて家の前の道路で頭を打ち出血の量を見て驚いた家族は逃亡。私と母親が、救急車をすぐに呼んで病院に付き添っていった。母親が同時に警察を呼んでいたため、警察に状況を説明し、ちょうど近所の人が数人目撃していたので、ご近所さんからも事情聴取していた。3針縫う怪我だったが、私と同様に骨には異常はなかったようだ。私も荷物をまとめて病院に行き、ベッドで横になっている姉に、私のせいで怪我を負わせてごめんね、と謝ったが姉は首を振って、大丈夫よ。あの家族を訴えてやることができると思うと、殴られてよかったら、と、無理やり笑って答えてくれた。逃げていた家族は、しばらくしてから自宅に戻ってきたが、近くにいた警察に見つかり、その場で拘束されて、取り調べをされることになった。無実を訴えていたが、当然聞いてもらえず義母が大暴れ。義妹も履いていたピンヒールで警察官の足を踏んでしまい焦って逃亡しようとするところを取り押さえられた。義父も逃げようとしたのか警察に殴りかかって執行妨害で捕まった。家も近所から騒ぎを聞きつけて集まってきたヤジ馬たちに、偽物だねえぞ。と、殴るふりをして威嚇していたところを警察に取り押さえられたらしい。そしてめでたく、一家揃って警察署にパトカーで連行されたようだ。結果として、義父は傷害で捕まった。姉を怪我させた現場も、近所の目撃があったので言い逃れはできない。私への傷害やいじめの一部は、警察の取り調べの際に興奮して、自分から暴露したらしい。被害届を受理されて、引き下げるつもりも毛頭なかった私は、弁護士のおかげで無事に離婚ができ、慰謝料や治療費、賠償金等を請求した。離婚も慰謝料請求されたのも栄養は、本気で意味が分かってなかったらしくて。慰謝料離婚なんでって言ってたやつの顔が忘れられない。同時に姉も、慰謝料と治療費を請求し、父親名義の自宅の修繕費も含めて、家族から総額で2000万円近くの請求金額となったらしい。離婚調停中にも栄養からメールが来たかと思えば、一度のすれ違いで離婚をするのか？俺も親も妹もお前のことを本当の家族だと思って甘えていただけだ。お前も本当の家族として考えるのが普通だろ。家族にお金を請求するのもおかしい。などと全く意味が通じない内容だったので、無視することにした。請求金額の2000万円は栄養の実家の売却したお金が、なぜか使われてなかったようで早々に全額支払われた。栄養はあの騒ぎの事件が会社にも知られたため、会社をクビになったようだ。栄養家族が、今どこで何をしているのかは知る由もない。次のお話は、育児大変だからストレス発散に旅行に行こうと、1歳の子供を連れて温泉旅行へ。口だけの夫は一切子供を見ずに。私は、1歳の息子と夫の栄養との3人暮らし。栄養は、普段からあまり育児を手伝ってくれず、ほぼワンオペ状態。もちろん、手伝ってと何度も伝えたが、全然手伝ってくれない。栄養は、少しだけやって手伝った気になってどこかに行く。息子は、まだ1歳ということもありフルタイムの仕事は無理だったけどたまに義母に息子を見てもらい、パートに行っていた。義母はとてもいい人で、特に働きながら仕事をするのが大変なことを理解してくれてて、ありがたい存在だった。お母さん、今日もありがとうございました。いいのよ、お疲れ様。これうちのご飯のついでに作っておいたから、帰って食べなさい。これからご飯作るのも大変でしょう。いつもすいません。仕事がある日は、義母が帰りに何か持たせてくれることもあった。こんなに義母はいい人なのに、栄養はどうしてこうなんだろうと不思議で仕方なかった。そんなある日、栄養が、今度の金曜日一泊で温泉にでも行こうか。お前もたまにはのんびりしたらいい。と言ってくれた。やったー行きたいありがとう。私は、突然の栄養の提案に完全に舞い上がってしまった。温泉なんて久しぶりだった。そして私たちは週末、息子を連れて温泉に出発した。しかし私は、すぐに現実を知ることとなった。のんびりしてと言っただけで、全く何もしてくれなくて、いつもと同じだった。しかも栄養は、旅行先に着くなりとあるショップに行って爆買い。もしかして買い物したかったから連れてきたってわけ？そもそも荷造りも私一人でしたし、旅館に着いてからも荷ほどきしている間に、俺、温泉行ってくるから、あとは頼むわ。ちょっと待ってよ。栄養は、息子を置いて行ってしまった。息子を連れて温泉なんて、のんびり使ってる場合じゃなくて、ちっともゆっくりできない。息子を洗って、自分も洗ってやっと湯船に浸かれたと思ったら、すぐに息子がのぼせそうになったので上がることになった。ゆっくりお風呂に入る暇もないまま、もう夕飯の予約時間になってしまった。部屋に戻ると、すぐに栄養はご飯を食べ始めた。私は、歩き回る子供にご飯を食べさせながら、急いでご飯を食べた。こんなのでは、ゆっくりなんて到底できない。ねえ、ちょっと。あなたも息子のこと見てよ。わかったよ。と言いつつ、見せたらすぐに目を離して危険なので、結局私が見ることになった。ご飯が終わったら予約していたホタル鑑賞ツアーの時間になったので、ロビーに集合。予約の時間に遅れないようにと息子の準備の時間も考えすごい綿密にスケジュールを立てて動いていたのに栄養は出発時間の1分くらい前にいきなり、トイレに行きたい。と言い出した。栄養がトイレ行ってる間に、ツアーの車は行ってしまった。ホタル鑑賞すごい楽しみにしてたのに帰ってくるのが遅くて車行っちゃったじゃない。ごめん。もうツアーも無理そうだし部屋に帰ろうか。と、さっさと部屋に帰って飲み始めた。そしたら息子は眠くてぐずり出した。こっちはいいから、早く息子寝かしつけてこいよ。確かにいつも寝かしつけているのは私だから、私じゃないと息子は寝てくれない。じゃあ私の時間は、一体どこにあるのかと思って、腹が立った。私はこの旅行を楽しみにしてたのに、開けてみれば栄養は自分のことばかりで、私のことは何も考えてくれない。でも旅館で夫婦喧嘩なんかしたくなくて、この気持ちをどこにぶつければいいのかわからず、部屋を出て外が見えるところに行ったら、悔しくて涙が出てきた。そしたら、後ろから聞き覚えのある声で名前を呼ばれた。私子さん？お母さん？どうしてここに？近所の奥さんが旦那さんと行こうと思って予約してたんだけど、ぎっくり腰になって行けなくなったから、代わりに来たのよ。それより、私子さんはどうしたの？義母は泣いてる私に気づいたのか、聞いてきたので思わず飲み込んでいた感情を全部ぶちまけた。すると、息子がそんなことを言っていたのね。明日の予定、よかったら私たちも一緒に行ってもいいかしら？はい、大丈夫です。よかったわ。じゃあ朝食でも一緒に食べましょう。と義母と別れた。翌朝、早くから本当に義母は義父を連れてきたので。あれ？どうしてここに？と栄養はびっくりしていた。あなた、私子さんのためにこの旅館予約したんですって。優しいじゃないの。久しぶりに、私子にゆっくりしてもらいたいと思って連れてきたんだ。ドヤ顔でそう言った。そうなの？いやー。朝食は私たちも一緒にさせてもらうことにしたから。俺は別にいいけど。栄養はのんきにしていたが、これから義母の栄養に対する制裁が始まる。朝食の準備ができると、早速栄養は食べ始めようとした。なあ、食べようぜ。食べる気満々の栄養に対して、あなたは子供の面倒を見るのよ。義母は A をに対してそう言ってくれた。それから私は、残り少ない間、義両親に助けてもらいながら、楽しく過ごすことができた。それ以降、A は育児を手伝ってくれるようになった。ちなみに、旅行中に義父が何も言わなかったのは、昔全く同じことを義母にされたことがあったため何も言えなかったんだって。ちなみにこの日はクレジットカードで払う予定だったのだが、家計から出したら後で大変なのは私だから全額 A をの小遣いから出した。A をは、半年間お小遣いゼロになってしまった。さらに、この教訓を忘れないように私のパートを週末のどちらか1日増やすことにした。そうすることで一人で子供を見ることの大変さを毎週 A をに感じてもらいたかった。案の定、A をは帰るとげっそりとしていた。育児が大変だということを少しは気づいてもらえたのだろう。前までは本当にポンコツだったが、素敵な義母のおかげで育児をするようになったので、感謝の気持ちを兼ねて、今度、A をと義父に息子を預けて二人で旅行にでも行こうと考えている。今回のお話はいかがでしたか？いろいろなクズな夫がいるみたいですね。